こんばんばは今年も残すところあとわずかとなりましたが、えー、前回は新潟県の今年二2022年の変わる新潟の1年の変化をお伝えしてきましたが今回は JR 高崎駅などをはじめ変わる高崎の今年一1年の変化の様子をお伝えします。 昨年1月に閉店した JR 高崎駅東口前のガスト高崎駅前店の跡地に建設予定のマンションが着工の予定付きから遅れていることが明らかになりました今回、遅れが判明したのは高崎駅東口前の高崎市栄町に位置する場所に建設予定のマンションです。 こちらは昨年撮影された閉店直後後と建物解体後の様子です。この場所にはガスト高崎駅前店として営業していましたが2021年の1月に閉店その後建物の解体工事が行われましたそして2021年8月この頃になると建物の解体は終わって更地化していました そして2021年の12月下旬再び現地に行ってみるとご覧の通りまだ更地の状態でしたこちらで計画されているマンションは規模を地上15階建て高さ 45.1m 着工予定を令和3年11月頃と表記していましたが 2021年の12月下旬現在はまだ着工していませんでしたしかしご覧いただいています通り予定地では実際に建設する位置を示したとみられる地縄張りの作業もすでに行われていました完成すると高さが45.1メートルと存在感がある建物着工もそう遠くない時期とみられます 今日の特集ですこちらは JR 高崎駅の様子ですこのチャンネルでは日々高崎駅周辺の話題を多くお伝えしていますが新たにオフィスビル1棟とマンションを2棟建設することが明らかになりました今高崎駅周辺では西口東口問わずマンションなどの高層建築の開発が続いています今日はそんな開発ラッシュとも見える現象の現場からお伝えします 高崎駅前にやってきました。現在は東口側にいますが、これからこのアンダーパスを通って西口側で行こうと思います。1つ目は高崎市和田町での計画です。撮影時の12月下旬にはまだ更地でしたが、こちらは高崎アリーナからも近くに位置しており、 倉庫数は表記上は32世帯となっており、規模は地上8階建て、着工は2022年1月頃を予定しており、店舗も1区画設けられるそうです。高崎高島屋からもほど近い高崎市旭町。2つ目は高崎市旭町での計画で、広島の不動産企業が手掛けるマンションが建設されます。 倉庫数は現時点では不明で、規模は地上十一階建て、高さは三十三点三ゼロメートルで、着工は今年二千二十二年一月頃を予定しています。建設予定地のすぐ隣には公園も整備されており、住環境も良さそうです。 続いては高崎駅東口側へやってきました東口側のマンションが多く立ち並ぶエリアにやってきました3つ目はこちらこちらでは「仮称高崎東町計画」と題しましてビックカメラ高崎東口店からも近いこの場所に規模を地上6階建て 用途を事務所と店舗としたオフィスビルが建設されるとみられています。完成時期などに関しては今回の調査では確認できませんでした。また先ほどもお伝えしました通り周辺部を見渡してみますと、マンションなどの共同住宅が多く立地していました。 さらにこちらは高崎駅東口側から一本道を入った比較的落ち着いたエリアとなっています。群馬県高崎市の JR 高崎駅西口では野村不動産が展開するマンションプラウド高崎荒町がこの度完成間近となっています。近年は西口エリアの中でも中心市街地に位置するマンションも続々と建設されています。 建設が進む高崎駅周辺と中心市街地その最新の動向を追いました高崎市荒町ホテルの隣に立っているこちらの建物はブラウド高崎荒町です隣のホテルと並んでかなり目立つ建物ですこちらのブラウド高崎荒町は倉庫数を101個 規模を地上14階建てとし、竣工は2021年12月下旬を予定しています。撮影時の昨年12月下旬の段階では、ほぼ建物は完成しているようにも見えます。隣のテナント棟と思われる建物では、作業が行われていました。プラウド高崎荒町の周辺では現在、さらにマンションが建設中です。 サーパス高崎連着町、こちらでは倉庫数を56個、規模を地下1階、地上15階建てとし、竣工は2022年9月下旬を予定しています。こちらのマンションは旧鈴蘭百貨店スポーツ館の跡地に建設されているもので、プラウド高崎荒町と同様にすでに完売しています。 倉庫数では56個というここまでは建設中の建物でしたがここからは新たに建設される建物について見ていこうと思います。今回ご紹介するのは新たに建設されるオフィスビル1棟とマンション2棟です。1つ目は高崎市和田町での計画です。 撮影時の12月下旬にはまだ更地でしたがこちらは高崎アリーナからも近くに位置しており倉庫数は表記上は32世帯となっており規模は地上8階建て着工は2022年1月頃を予定しており店舗も一区画設けられるそうです高崎高島屋からもほど近い高崎市旭町 2つ目は高崎市旭町での計画で広島の不動産企業が手掛けるマンションが建設されます倉庫数は現時点では不明で規模は地上11階建て高さは33.30メートルで着工は今年2022年1月頃を予定しています建設予定地のすぐ隣には公園も整備されており住環境も良さそうです 続いては高崎駅東口側へやってきました東口側のマンションが多く立ち並ぶエリアにやってきました3つ目はこちらこちらでは「仮称高崎東町計画」と題しましてビックカメラ高崎東口店からも近いこの場所に規模を地上6階建て 用途を事務所と店舗としたオフィスビルが建設されるとみられています。完成時期などに関しては今回の調査では確認できませんでした。また先ほどもお伝えしました通り周辺部を見渡してみますと、マンションなどの共同住宅が多く立地していました。 さらにこちらは高崎駅東口側から一本道を入った比較的落ち着いたエリアとなっていますいかがでしたでしょうか今回は新たに建設されるオフィスビル1棟とマンション2棟について詳しく見てきました高崎駅周辺では近年さまざまな機能の集積が強まってきていると感じましたこんばんはまもなく4月と新年度を迎えますが 群馬や新潟の各自治体では新年度予算案が発表されていますこのうち高崎市と新潟市では新たな鉄道の駅が誕生します両市の令和4年度の新年度予算案では新駅設置に向けた予算が計上されましたその内容について詳しく見ていきます今回新駅設置に向け予算が計上されたのは群馬県高崎市と新潟県新潟市です まず群馬県高崎市は新年度・令和4年度予算案で高崎市内を走る JR 信越本線の北高崎・群馬八幡駅間に、仮称豊岡新駅を設置するための予算として、5975万1000円を計上しました内訳は駅前広場の詳細設計委託に2900万円。 駅施設概略設計負担金に2787万1 0円となっています。なお、令和3年度についても2693万5 0円を計上しており、令和4年度は約2.2倍の増加となります。高崎市は新駅設置の目的について、予算案内で公共交通網の強化と地域住民の利便性向上のためとしています。 この花庄豊岡新駅の周辺には工場や住宅地などが点在し、予定地の北東にはカラス川を挟んだ位置に高崎経済大学が位置しています。新駅は高崎経済大学の学生らの利用も想定しており、川を渡り新駅方面へのアクセス性を図る花庄豊岡経大大橋の整備事業に前年度よりも増額した三千三百二十万円を計上しています。 続いて新潟市は新年度・令和4年度予算案で新潟市内を走る JR 越後線の新潟・白山駅間に仮称上所駅を設置するための予算として1億9800万円を計上しました新潟市はこの予算について駅整備のための詳細設計および駅周辺施設の設計等を行うとしています この河正上所駅の周辺には高校や会議施設などが位置しており地元では長らく設置を求める声があったそうです今年は群馬新潟両県で新駅設置へ大きく進みそうです速報です国土交通省は今日土地取引の主標となる令和4年の工事地価を発表しました このうち群馬県では新型コロナの影響も残る中27年連続で高崎駅西口前が1平方メートル当たり50万5000円と群馬県内の最高値となりましたまた群馬県内のほか北関東3県や新潟、長野の値とは詳しくお伝えします。工事地下は国土交通省が調査をする 毎年1月1日時点の土地の価格のことで、主に土地取引の指標などとなっています。群馬県内の最高値はそれぞれ1平方メートルあたり、住宅地では高崎市新町の JR 高崎駅前で前年比から3.3%増加した15.5万円、商業地では高崎市八島町の JR 高崎駅西口前で 前年比で上昇した50したた。万千円でそれでは群馬栃木茨城の北関東3県でのそれぞれ工事地価の最高値を見ていきましょう高崎駅西口前では先ほどもお伝えしました通り1平方メートルあたり50万5千円でした大型の再開発事業が一時落ち着いてきたものの 駅前のみに限らず、中心市街地にも開発が進みつつあります。宇都宮駅東口前では、一平方メートルあたり、三十八万四千円と、こちらも前年比で上昇しています。東口では、宮未来地区で大型の再開発事業が実施中です。茨城県の筑波エクスプレス、筑波駅前では、前年から上昇して、一平方メートルあたり、三十万三千円となっています。 首都圏のアクセスの良さからもともと人気であったつくばエクスプレス沿線コロナ禍でも人気がさらに高まっていますここからは群馬栃木茨城に加え新潟長野を加えた5県の工事地下の最高値を見ていきますまずは商業地です5県合わせて見ていきますと価格帯は30万円台から50万円台となっています 新潟県では前年と変わらず1平方メートルあたり54万円、長野県では前年から下落した1平方メートルあたり35万4千円となっています。続いて住宅地です。5県合わせて見ていきますと、12万円台から22万円台となっています。新潟県では前年から下落した 1>, 1平方メートルあたり16万9千円長野県では前年から上昇した1平方メートルあたり12万7千円となっています群馬、栃木、茨城の北関東3県と新潟、長野の新越合わせて5県の工事地下の最高値の詳しい地点はご覧の通りとなっています さあ明日から4月の新年度ですが就職や転勤また進学で群馬県初めて住まわれるという方も多いのではないでしょうかそこでウェルカム新生活群馬へようこそということで今日から3日連続シリーズで群馬のリアルお伝えしますスペシャルをお届けします1日目の今日は交通編です関東地方の北部に位置する群馬県 車社会で交通のアクセス性も悪いというイメージもあるかもしれませんがなんと群馬県から長野県の軽井沢までたった15分で行ける場所があるなど実は交通拠点性がめちゃくちゃ高いエリアだったのですそんな群馬県の交通事情について詳しく見ていきますここは群馬県県内内一のターミナル駅、駅高崎駅です。鉄道以外外にも県内外へと向かう路線バスや、 高速バスなどが発着します西口や東口の両側で市内各地や郊外のイオンモール高崎さらに一部バスは隣接する前橋市や渋川市まで向かいますそして鉄道です高崎駅には JR のほか私鉄の上進電鉄が乗り入れているほどここは群馬県一のターミナル駅です 各路線について路線名のみですとどこへ向かうか分かりにくいため主な停車駅やスポットなども合わせてお伝えします。まずは在来線です。こちらは JR と私鉄2線を示す群馬県内を走る鉄道のネットワークです。今回はスペース上から東武鉄道など私鉄を除いております。まず県内を走る JR は両毛線、湘南新宿ライン高崎線、 新越本線吾妻線上越線八高線となっています高崎線は市内の鞍賀の新町を通って大宮東京横浜方面へ1本でアクセスできますまたこの湘南新宿ラインは新前橋や前橋まで一部列車で乗り入れています続いて八高線は駒川八王子方面へ向かいます 続いて新越本線は現在のところ群馬区間は高崎から横川となっています。足妻線は高崎から新前橋を経由し渋川で分岐、長野原草津口方面へと向かいます。上越線は高崎から新前橋で分岐をし渋川を経由、そして水上新潟方面へと走っていきます。 両毛線はもともとは新前橋、小山間が正式な区間ですが、全列車新前橋から高崎まで乗り入れています。続いては私鉄ですが、ここでは2路線をご紹介しています。高崎から下荷に走る上信電鉄の路線、中央前橋から西桐生へ向かう常毛電気鉄道の路線です。 続いて主な停車駅や有名スポットを合わせますとご覧の通りです簡単にご紹介しますと日本一のもぐら駅で有名な度会駅群馬県庁の最寄り駅と知られる前橋駅富岡製糸場の最寄り駅と知られる上新電鉄の上州富岡駅峠の釜飯で有名な荻野屋がある横川そして草津温泉の 最寄り駅とも知られる長野原・草津口駅などです。群馬県内の在来線では、高崎から新前橋間では、上越線のほか、赤妻線、両毛線が走っているため、例えば高崎から新前橋へ移動する際は、おそらく群馬県内で一番列車の本数が多い区間となります。また先ほどもお伝えしました、県庁などの最寄り駅とされているのは、前橋駅で新前橋駅から、 伊勢崎・小山方面へ一駅となっています続いては新幹線です高崎駅には上越新幹線と北陸新幹線の2つの路線が乗り入れています高崎駅から乗り換えなしで行ける駅を示したのがご覧の通りです今回このうち注目するのは長野県の軽井沢駅ですこちらは北陸新幹線の JR 高崎駅を出発した直後の様子です 徐々にスピードが上がってきていますそして画面奥が上越新幹線画面手前側が北陸新幹線で分岐をしていますそしてこの長野県の軽井沢駅までは北陸新幹線で高崎からなんと15分で行くことができます途中駅の安中春名駅を停車した場合でも20分のアクセスです利用者数が多い東京方面を見てみますと大宮へは28分 東京は50分でで到着です。また首都圏のほか新潟長野や富山金沢などの北陸方面も1本でアクセスでき2024年には福井を含む敦賀まで延伸します将来的には日本の2大都市大阪を要する新大阪まで群馬県から直接行くことが可能となりますこれは空港がない群馬県にとっては非常に大きな出来事で 東京、大阪の2大都市に鉄道で接続されます。多くのアーティストが公演を行った群馬屈指のライブハウス、高崎クラブフリーズが一時閉店することを発表しました。発表があったのは、昨日4月5日、高崎駅から徒歩10分の高崎市宮本町のライブハウス、高崎クラブフリーズで一時閉店することを公式ツイッターで発表しました。 高崎クラブフリーズの発表によりますと入居するテナントビル売却に伴い6月26日の営業をもって店舗を退去し一時閉店するということです一時閉店に伴う移転先は現在物件調査中としていますが詳細は未定で決定し次第発表するということですまた一時閉店後の6月27日以降の公演は詳細が決まり次第 高崎クラブフリーズ側や各アーティストのホームページでこちらも発表されるということです。今日4月6日現在、各公演予定のアーティストの発表によりますと、多くの公演は移転先や延期を経て実施する一方で、一部公演は中止も含まれているということです。高崎クラブフリーズは2004年のオープンから今年で18周年を迎え、 これまで多くのアーティストが公演を行ってきました2021年1月に閉店した JR 高崎駅東口前のガストその跡地に建てられることになったマンションがこの度着工していましたやはり近年はマンションの建設が活発化しているということなのでしょうか詳しく見ていきます JR 高崎駅東口前 デッキの上から見た景色はデッキから見てみると何やら工事中と見られるクレーンが見えてきました JR 高崎駅東口からもほど近い堺町エリアこちらではファミリーレストランのガストが営業していましたが閉店その跡地にある変わった事情を持つマンションが建設されています こちらの栄町のガストアットのマンションは規模を地上15階建て、高さを45.1メートルとし、倉庫数は98個です。建築元などによりますと、こちらの物件は大阪市中央区に本社を置く京阪電鉄不動産に売却するものとみられています。同社の過去の実績事例から見ても異例で、群馬県では初の物件とみられています。 ご覧いただいていますのは昨年12月に撮影した同じ現場の様子です。この時はまだ着工はしておらず、建築場所を示したとみられるものも確認できました。このガスト跡地のマンションの売却先として見られている京阪電鉄不動産は関西圏のほか首都圏や札幌を中心に展開しています。北関東では水戸市でマンションの売り主として参画しています。 これから北関東でも積極的な展開をしていくかに注目です高崎駅東口前というこの高立地で地上15階建てのマンションは訪れる人の注目を集めそうです建設予定地の隣の駐車場はすでに閉鎖されていましたこの土地で新たに建物が建設されるのかそれともマンションによる工事関係の駐車場なのか定かではありません このチャンネルでも高崎駅周辺に建設されるマンションについて数多く動画にしてきましたが近年はやはりマンションの建設が活発化しているのかもしれません大都市以外の地方都市でも街中の回帰がこれからも続いていくと見られます解説モア。ここからはさらにもう一歩詳しく見ていこうと思います まずは高崎駅東口前跡にできたマンションについて改めて見ていこうと思います。こちら建設の着工が遅れていたということで当初は昨年の11月着工予定だったということですがやや遅れてここの木で着工ということになったということです。そして物件のこの規模ですが地上15階建て、倉庫数は98戸、高さは45.1メートル、物件名は現在のところ まだ公にはされていないといなととうことです建設主のホームページによりますとこの物件は大阪市中央区に本社を置く京阪電鉄不動産に売却するということですそしてこの京阪電鉄不動産どんな会社なのかといいますと新築マンション分譲などを販売する不動産会社でして関西圏のほか首都圏や札幌を中心に展開をしていますそしてこのガスト跡地のマンションの売却先と 今回明らかかにななっていいるわけでですすが実はかなり異例ととうことです同社の過去の実績事例というのがありましてこちら首都圏の実績では2008年が最もホームページに載っている上では古かったのですがそれを最新の方まで見ますと群馬ではどうも初めての事例と見られます。 同じ北関東では現在水戸市で建設されているマンションプラウドの売り主としても参画しています関西圏のほか首都圏や札幌を中心に展開している大阪に本社を置きます京阪電鉄不動産がえ群馬高崎のえ物件売却先ということになっていますがこれはどういうことかと言いますと今後 高崎市のさらなる不動産市場の活性化になるのではという期待があります一方でこの高崎駅周辺は今こんなことが言われていますマンションの建設ラッシュ2018年から2021年までこの「旅チャンネル」が「高崎の再開発まとめ」という動画があるのですがそちら内で発信してきたマンションの数がこの8棟ということでここ数年だけでも今ご覧いただいてます4つ。 プラド高崎荒町こちら101個サーパス高崎連雀町こちらが56個そしてまあ極めつけはまあ東口に再開発事業として建てられましたブリリアタワー高崎こちらが222個と、まあ、タワーマンション群馬県では最も高いマンションとなっていますまたアルファステイツ高崎田町も74個と ここに来て高崎駅やまあその周辺の中心市街地でのマンション建設もここに来て活発になってきています続いて高崎駅前の再開発はマンション以外にもということで簡単にまとめてみました高崎駅西口では高崎すずらんの建て替えへということですまた東口ではテナントのオフィスビルが現在地上6階建て建設中で またこちらは一時現在今凍結計画は凍結していますが高さ約 100m の複合再開発ビルという計画もありますさらに再開発は高崎以外にもということで群馬県内と群馬の近隣県をまとめてみましたこちらですまず群馬県内は前橋が JR 前橋駅前にタワーマンションが現在建設されていまして中心市街地ではこちらもスズラン百貨店高崎店も建て替えですが すずら百貨店の前橋店こちら本店にあたるんですがそちらも建て替えなどとなっています群馬の近隣県を見ていきますと栃木県宇都宮では東口の宮未来地区ということで大規模な再開発がされていましてまた LRT も今現在工事が活発に行われていますそして新潟市群馬のお隣ですがこちら新潟駅周辺や磐梯地区古町地区などで え今再開発が活発になっています。こちらは別の新潟の再開発まとめ1と2がありまして、2が最近出しましたので、こちら別動画でご覧いただけたらなと思います。今日はここまで高崎駅東口前のマンションが着工に、近年は高崎駅周辺でマンション建設活発化にと題しましてお伝えしてきました。 JR 高崎駅コンコース内に2017年に閉店したハンバーガーチェーンロッテリアが高崎駅前に再び出店します JR 高崎駅東口前高崎市双葉町に新たにオープンするのはロッテリア高崎店ですロッテリアが入居することになったこちらの建物は桂高崎で地上10階建て 倉庫数は44個のマンンンショででテナント部分に出店すするとということです桂高崎については現在ご覧いただいています、えー、こちら昨年の様子ですがまた別の動画 JR 高崎駅周辺の再開発まとめ9でも建設状況などをお伝えしていますので、えー、よろしければそちらも併せてご覧ください。 ロッテリアの発表によりますとロッテリア高崎店のオープンは2022年今年の8月上旬で店舗はドライブスルー店舗になるということですこれにより高崎市内では2店舗目群馬県内では4店舗目のロッテリアとなりますこのロッテリアが入居することになった桂高崎実はロッテリア以外にもテナント区画があり さらにどんな店舗が入居するのかにも注目です。解説モアここからは解説モアと題しまして、さらにもう一歩詳しく見ていこうと思います。今回は高崎駅前にロッテリアが復活へというニュースでしたが、まずは関東地方にあるロッテリアの店舗数を見ていきたいと思います。三段階に色分けしていますが、黄色が10店舗未満、 オレンジが10店から19店、えー、赤色が20店舗以上となっています。群馬県は茨城県と並びまして、それぞれ3店舗となっています。えー、栃木は6店舗、えー、神奈川は15店舗、えー、そして千葉が21店舗、埼玉は27店舗、東京が33店舗となっています。全国のロッテリアはと言いますと、えー、都道府県別に見ますと、長野、 福井、高知鳥取島根を除く42店舗に進出していまして今日現在では全国に310店舗あります群馬県内では3店舗を展開し高崎伊勢崎大泉に出店しています、えー、今度の店舗ができますと高崎市内では2店舗目ということになります最後に高崎駅周辺のバーガーショップをめぐってはご覧の通りさまざまなことがありました まず2011年にはマクドナルドが閉店そしてロッテリアが出店しました2016年にはモスバーガーが E サイト高崎内に出店その翌年2017年にはロッテリアが閉店し跡地には成城石がオープンしましたその3年後の2020年にはマクドナルドが再出店を果たしました場所は高崎モントレー内の1階で バス折り場やタクシープールなどに面した場所です今日の特集ですこれまで高崎のほか前橋や新潟などの再開発まとめの動画をお届けしましたが最初に始めました高崎駅周辺での再開発まとめが今回第10弾となりましたここまで続けることができましたのも視聴者の皆さんのおかげですありがとうございます さて今回も高崎駅周辺、東口と西口エリアを分けまして、今起きている最新の再開発のまとめをお届けしたいと思います。始める前にチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。またこれまでの高崎駅周辺での第1弾から9弾や、前橋や新潟での再開発まとめも概要欄に貼ってありますので、そちらも併せてご覧ください。 まずはこのチャンネルでも恒例となっています高崎駅前にやってきましたえここは東口ということでまずは東口から始めていきたいと思います高崎市吾妻町1つ目はオフィスビル吾間ですこちらは規模地上6階建て用途は店舗と事務所ということで 高崎駅から約5分の高立地のオフィスビルとなっています周辺部を見てみますと高崎駅東口の、えー、至近距離のエリアということでマンションなどの共同住宅が比較的多くありますこちら高崎駅東口から至近距離のエリアですが周辺部には共同住宅などマンションが多く立地しています このエリアでも今後さらに開発が進みそうです。再び高崎駅東口のデッキへとやってきました。二つ目はこのデッキから見えるこちらの建物です。高崎駅東口の目の前にある栄町エリア。二つ目は栄町のガスト跡地に建てられるマンションです。 こちらは規模を地上15階建て、高さを45.1メートルとし、倉庫数は98個。物件名は現在のところ不明です。またこちらのマンション、大阪市中央区に本社を置く京阪電鉄不動産に売却とみられています。同社の過去の実績事例を見ても群馬の文字は見当たらず、群馬県内では初の事例とみられています。 こちらのマンション、高崎駅東口のほぼ目の前ということで、地上15階建ての高さはその駅からも注目を集めそうです。さらに撮影時には建設予定地の隣の駐車場も閉鎖されていました。こちらは建設資材を置く場所とも見られていますが、マンション完成時にはこちらの駐車場も何か開発がされるのでしょうか。 続いて3つ目は高崎市双葉町こちらでは桂高崎が建設されほぼ完成していましたこちらは規模を地上10階倉庫数は44個のマンションでテナントが複数入居していてそのうちロッテリアがオープンすることが明らかとなりました桂高崎の公式ホームページを見てみますと テナント部分はまだ募集中のエリアもあるため今後どんなテナントが出店するのかにも注目です続いて4つ目は高崎駅東口の再開発ビルですこちらは高崎駅東口栄町地区市街地再開発事業ということで事業化はされていますが現在のところは延期されています高崎駅東口側では延期されている計画があるものの 5年10年後には今と街が大きく変わっていそうです続いては高崎駅西口側へとやってきました2020年に完成した東口側のブリリアタワー高崎も見える高崎市旭市町5つ目はポレスター高崎ザステーションウエストですこちらは規模地上11階建て 倉庫数は三十三個とし、完成は二千二十三年。来年の七月中旬を予定しているということです。高崎駅からは徒歩八分。また、高崎高島屋が徒歩四分。高崎大杯は徒歩六分。と。大型商業施設の集積エリアである朝日町への高アクセスも売りとなっています。さらに、反対側へ回ってみますと。 画面奥に見えているののが新幹線の高架橋です。画面拡大して今見えていますがこのマンション完成した際は新幹線も見えるマンションとなるのでしょうか続いて高崎市宮本町6つ目はすずらん百貨店高崎の建て替えですこちらでは百貨店マンション駐車場の3棟から構成され 百貨店の面積を減らしますが、地方百貨店としては異例の建て替えとなります。3。棟の詳細です。まず、住宅棟では地上19階地下1階建てで、高さは約59.93メートル。次に商業棟は地上4階地下1階建てで、高さは約23.40メートル。駐車場棟は地上6階。 高さは2 3 7 0メートルとなっています7つ目はすずらん百貨店高崎からもほど近い高崎市連雀町こちらではサーパス高崎連雀町が建設中です規模を地上15階地下1階建てとし倉庫数は56戸竣工は2022年今年の9月下旬を予定しています またこちらは完成前にすでに全戸完売しているということです。続いては高崎市役所からもほど近い高崎市荒町。八つ目は高崎市荒町での新たな共同住宅です。 こちらは規模地上十四階建て。高さを四十三点五ゼロメートルとし。着工は今年。二千二十二年八月頃を予定しているということです。さらにこちら。JR 高崎駅からの大通りにも面している。工場圏の物件です。最後九つ目は。 同じく高崎市荒町完成したプラウド高崎荒町ですこちらでは1階部分のテナントが募集となっていました 近年は高崎市中心部の古い建物が次々と建て替えられています。今後さらに市街地のマンション化は進んでいくのでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は高崎駅東口と西口を合わせた JR 高崎駅周辺での再開発まとめ10をお届けしてきました。視聴者の皆さんの気になった点や 意見・感想などぜひコメント欄にお寄せください群馬県の商業都市高崎の百貨店といえばこちらの2トップ1つは高崎高島屋2つ目はすずらん百貨店高崎店です今日お伝えしますのはこのうち高崎市の中心市街地に位置する スズラン百貨店、高崎店の建て替えが間もなく始まります。計画では3棟のビルにそれぞれ建て替えられるのですが、一体どういうことでしょうか。詳しく見ていきます。新たに建て替えられるのは、高崎市宮本町のスズラン百貨店、高崎店です。店の外に設置されたケージによりますと、新たな建て替えは百貨店とマンション、 駐車場の3棟から構成されています百貨店としての面積は減少することがほぼ確実とされていますが近年全国で続く百貨店の閉店ラッシュの中店舗の建て替えという地方百貨店としても異例の選択肢を取ることになります続いて新たに建設される3棟の建物の計画について見ていきます新たに建設されるのは住宅棟商業棟 駐車場棟で、規模は住宅棟が地上19階、地下1階建てで、商業棟は地上4階、地下1階建て、駐車場棟は地上6階建てとなっています。また、それぞれの面積を合わせた合計延べ床面積は、約42,300平方メートルとなっています。周辺には高崎市役所や高崎城址など、 中心市街地に位置してていいいるものの、落ち着いたエリアとなっています。建設計画の掲示によりますと着工は今年の7月頃ということでしたが新たに建設される3棟は既存の店舗以外の土地も含むため一部ではその工事と見られる作業も行われていました。開設モア ここからは解説題しましして、てさらにもうう一歩詳しく見いいこうと思います、ま、ず「すずらん百貨店」とはということですが群馬県前橋市に本店を置く地場百貨店ということで設立は1952年、えー、昭和27年6月19日ということです、えー、ちょうど1952年といいますと、えー、今年で70周年ということでしょうか で売上高は2021年度の実績では110億円事業所は前橋店と今回お伝えしました高崎店のほか物流センターほかということですで建物というのは今回は高崎店の話題をお伝えしましたが前橋店も今建て替えの計画があります続いて先ほども一部ご覧いただきました建設される3棟の建物ということですが 高さについて見ていこうと思います。住宅棟が約五十九点九三メートル、商業棟は約二十三点四ゼロメートル、駐車場棟は約二十三点七ゼロメートルとなっています。そして用途ですが、共同住宅テナント、自転車駐車場、百貨店、自動車、車庫、連絡通路ということです。この中のテナントというのは。 順番に見ていきますとおそらく、えー、住宅塔に入るものを指しているのかなという、えー、印象もあります商業塔に法に含まれる可能性も、えー、まだありますがまだ正式な発表は、えー、まだありませんまたスズラン百貨店の、えー、主な出来事というのを見ていこうと思います、えー、先ほども一部お伝えしましたが1952年の6月に、えー、前橋市で 有限会社スズラン衣料品店として創業し1961年には株式会社に組織変更そして今日お伝えしました高崎店というのは1968年にオープンさせましたまた1991年には沼田市と伊勢崎市にギフトショップを出店していますこちらは現在はどちらとも閉店をしています そして2018年には1998年にオープンした高崎スズランのスポーツ館を閉店していますスポーツ館の跡地には以前別の動画でも紹介しているマンションが建設されています一方で百貨店は今厳しい中にあります近年は地方店だけでなく首都圏の郊外店も相次いで閉店していますその一例を今ご覧いただいていますが えー、桜の百貨店、仙台店、こちら宮城県ですね、えー、そして西武船橋店、こちら千葉、えー、山高百貨店、山梨、えー、伊勢山松戸店、こちらも千葉、えー、大沼、山形ですが、こちらは県内唯一の百貨店として営業していましたが、す、え、で、ー、に閉店してしまっています。えー、また、2020年に閉店しました新潟、三越など、この他にも複数あります。 えこうした閉店ラッシュの中で今回の高崎スズランの建て替えというのはえかなり異例な選択肢だと見えます。以上ここまで今日は高崎スズランの建て替えについてお伝えしました。特集です。今日は先週発表された路線化について見ていきます。 このチャンネルでは毎年路線価のほか工事地価や基準地価をお伝えしていますが、路線価は国税庁が発表しているものです。一方群馬県内では高崎駅前で最も高くなりましたが、2年連続で横ばいと他の北関東の都市との差も見えてきました。このほか栃木茨城の北関東3県や新潟長野の値とも比較していきます。 路線価は国税庁が毎年1月1日時点の道路に面する土地の評価額を公表しているものです群馬県内の路線価で最も高くなったのは高崎駅西口前の高崎市八島町市道高崎駅連尺町線で1平方メートル当たり46万円と前年から変動はありませんでした高崎駅前では2年連続の横ばいとなります 一方で群馬の主要都市高崎、前橋、太田の路線価はご覧の通りとなりました3地点とも前年から横ばいで高崎駅西口前で1平方メートル当たり46万円前橋市の中心街では13万円東部太田駅前では11万5千円となりましたまた群馬県内の主要地点の路線価は高崎、前橋、太田などで前年比から横ばいで 上昇した地点はありませんでした。群馬県内の県委役である高崎では、高崎駅東口の計画が凍結していることや、ここ数年行われてきた駅周辺での再開発の一段落が要因とみられています。また、2位の前橋との路線化が約2倍もあることで、高崎の一強状態が鮮明となっています。 続いて群馬栃木茨城の北関東3県の路線価の最高値はどうなったのでしょうか栃木では宇都宮駅東口前の宮未来地区茨城ではつくばエクスプレスつくば駅前でそれぞれ上昇し横ばいであった群馬とは異なる動きとなりました3県の路線価最高値は群馬が46万円栃木が31万円茨城が29万5000円と 首位は今年も群馬がキープしました先ほどもお伝えしましたが北関東3県の路線化最高値は群馬が2年連続で横ばい茨城と栃木は上昇を続け都市間競争が近年激化する中その差が鮮明となっていますこちらは群馬、栃木、茨城の北関東3県に新潟と長野を加えました各地の路線化の最高値の値です 価格の上位別でいきますと、群馬の四十六万円、新潟の四十四万円、栃木の三十一万円、茨城の二十九万五千円、長野の二十八万円。と続きました。また、上昇したのは栃木と茨城、えー、横ばいだったのが新潟と群馬、下落したのは長野でした。さらに、詳しい地点も示したのが、ご覧の表となっています。 北関東三県と新越の五県の路線化の最高値は、えー、どの県もターミナル駅や利便性が高い駅などが中心となっていることがわかります。速報です。JR 東日本は、先ほど、一日あたりの駅の利用者数の指標となる。二千二十一年度の乗車人員を発表しました。それによりますと、高崎駅の二千二十一年度の乗車人員は。 一日あたり、二万二千九百四十人と、前年度比で、二千七百三十三人増加しました。こちらは、高崎駅に宇都宮駅、水戸駅の北関東のターミナル駅を加えました。近年の推移です。コロナ禍前の二千十八年度比では、高崎駅が三万二千百六十九人。そして、二千十九年度が三万二千百六十人。二千二十年度が二万。 207人、2021年度が22,940人などとなっています。また、2018年度から2021年度までの4年間では、北関東で最も利用者数が多いのは宇都宮駅となっています。さらに群馬、栃木、茨城の北関東の各ターミナル駅、高崎駅、宇都宮駅、水戸駅の乗車人員を見てみますと、 ご覧の通りで、高崎駅が2万2940人、宇都宮駅が2万7135人、水戸駅では2万2843人と、前年度比で見てみますと、高崎駅では2733人、宇都宮駅では2576人、水戸駅では668人、それぞれ増加しています。 こちらは先ほどもお伝えしました群馬、栃木、茨城の各県の乗車人員の最高値に加え、新潟と長野を加えた地図です。まずこちら在来線から見ていきますと、長野駅では14,929人、新潟駅では26,277人と、いずれも前年度比から増加しています。 変わってこちらは新幹線の各県の乗車人員の最高値です。大い順に見ていきますと、群馬の高崎駅で八千七百五十七人、栃木の宇都宮駅では八千六十三人、新潟の新潟駅では四千九百人、長野の長野駅では四千百八十九人などとなっています。前年度比の増加率で見ていきますと、新潟駅では二十七点一パーセント増加。 長野駅では25%増加、宇都宮駅では15.6%増加、高崎駅では13.3%の増加などとなっています。こちらでは長野・新潟での前年度比の上昇率が高い傾向となっています。また詳しい各駅の乗車人員については別の動画で改めてお伝えします。以上ここまで速報でお伝えしました。 百貨店各社の先月7月の店舗別売上によりますと群馬県高崎市の高崎高島屋と新潟市の新潟伊勢丹で売上が前年比で回復しました高島屋グループと三越伊勢丹ホールディングスの発表によりますと2022年7月の各店の百貨店売上は高崎高島屋で前年比プラス6.6%の増加となりました また新潟伊勢丹では前年比プラス1.6%の増加でした。高崎高島屋と新潟伊勢丹の売上回復はともに5ヶ月連続となります。新型コロナの拡大が再び続く中、来月以降の百貨店の売上にどこまで影響するかに注目です。解説モア。 ここからは解説も後題しましてさらにもう一歩詳しく見ていますえまずは各県の百貨店の数から見ていきますこちら今日現在の群馬栃木茨城新潟長野各県の百貨店の数ですこちらでは群馬をはじめ5県すべてで一桁台となっていましてえ各地の数で言いますと茨城と新潟がそれぞれ1県え栃木 群馬、長野がそれぞれ3件となっています全国順位で見るとご覧の通りですそしてこちらは5県の主な百貨店を表示しています、えー、茨城では京成百貨店栃木では東武宇都宮百貨店など群馬では鶴蘭百貨店など長野では長野東急百貨店などそして新潟は新潟伊勢丹などとなっています 以上ここまで、群馬と新潟の百貨店、7月の売り上げは前年比で回復しているというニュースをお届けしました。今日の特集です。今週8日、国内大手通信会社の NTT は、東京都内にある本社の分散拠点を新たに群馬県高崎市と京都市に設置することを正式に発表しました。 本社機能の分散となりますが、一方で群馬県への本社移転はありかなしかについても考えます。先日各メディアで報道されたある話題、それは大手通信会社 NTT の本社機能分散です。8日の月曜日、NTT は地域への組織分散トライアルの開始についてと題したプレスリリースを発表し、 群馬県高崎市と京都市に分散拠点を設置一部組織の地域分散のトライアルを発表しました設置の目的としてサステナブルな事業運営の実現に向けたものとしています高崎市と京都市に分散するのは一部を除いた経営企画部門技術企画部門及び総務部門で対象人数は約200人としています 実施時期は今年二2022年10月以降で、このトライアルを通じて、組織分散による課題や対策の検証を行い、本格実施に向けた検討を進めるとしています。NTT は昨年9月に発表した新たな経営スタイルへの変革の中で、組織、本社、間接部門等の地域への分散を掲げ、その中では首都圏などから中核都市へ組織を分散することや、 地地域密着型の地方創生事業をさらに加速するとししていました群馬県への本社機能分散を含めた本社移転ではフランスのタイヤ製造大手ミシュランの日本法人日本ミシュランタイヤも東京と群馬にある主要部門を群馬に統合し本社も東京都新宿区から群馬県太田市へ2023年8月に移転することを発表しています。 解説モアここからは解説モアと題しましてさらにもう一歩詳しくそして群馬への本社機能はありかなしかについても考えていきますまずは NTT が本社機能分散へということを改めて見ていきたいと思いますこちらあくまでも本社を移転するわけではなく本社機能の分散ということで今週の8日の発表によりますと 一部を除いた経営企画部門や技術企画部門および総部部門を群馬県高崎市と京都市に分散拠点として設置するということです開始時期については今年10月以降としていますこれはあくまでもトライアルということですさあこんな話題がありましたが、えー、群馬に本社移転はありかなしかを考える前に まず群馬県に本社を置く主な上場企業についても見ていこうと思います家電量販店大手のヤマダホールディングスは東証プライムに上場しておりましてその他は群馬銀行や東和銀行ワークマンや三田小倉クラッチなどとここは主に一部なのですが挙げていますさあ本社を移転するのにあたり えこの旅チャンネルが考えます群馬県のメリットというのを今回3つえーまとめてきました、えー、まず1つ目は国内有数の温泉地プラス経済工業農業都市、えー、2つ目は交通拠点都市高崎はライフスタイル対応の町、えー、3つ目が地震が少なく首都直下地震でも被害は少ないかです、えー、まず1つずつ見ていこうと思いますまず丸1番から見ていきます まずは1番国内有数の温泉地プラス経済、工業、農業都市ということで、えー、群馬県は言わずと知れた国内有数の温泉地でして、えー、もう本当に有名なところを挙げても草津、伊香保、万座、島など、えー、それ以外にもですね温泉地は約96か所、えー、453の温泉源泉があるとというここです、えー、こちら2018年度末の数字だということです。 さらに群馬県の産業というのはまず経済都市は高崎市にありまして工業都市は太田市や伊勢崎市など農業都市は群馬県北部を中心としまして群馬県内全体で農業は盛んとなっていますこういった群馬県は多くの産業つまり仕事がありそういった仕事の疲れなどを癒やす温泉も同じ県内まっすぐそばにあるということで温泉と自然 また仕事などを組み合わせるワーケーションなども可能となっていますえ二つ目は交通拠点都市高崎はライフスタイル対応の街ということです多くの群馬県民にまず最も交通性が高い場所はと聞きますと群馬県内では高崎市と答える方が、まあ、大半だと思われますえと言いますのもまず高崎市というのは高崎駅というのがありましてえこちら 在来線7線と新幹線2線が乗り入れる鉄道のターミナル駅となっていますまた東京と高崎を移動するにあたり新幹線では最短49分1時間かからず在来線でも約2時間ということでリモートワークが増えた中でも東京に毎日行かなくても週1回や2回でいいといった場合では高崎に住むのでも十分住環境がアップするのではないでしょうか先ほど 高崎駅は鉄道のターミナル駅という話をしましたが、群馬県内の県庁所在地、前橋周辺の JR 鉄道網はご覧の通りとなっていますが、前橋の一つ隣、新前橋駅から高崎駅間では群馬県内で最も電車が走っている区間となっています。また、湘南新宿ラインを使うことで、県庁所在地のある前橋駅から東京方面まで在来線で1本で行けます。 鉄道ということで新幹線のネットワークについても見ていこうと思いますが高崎は東京まで先ほど約49分最速で49分ということをお伝えしましたが東京だけでなく北へ見ていますと上越新幹線を経由して新潟までまた北陸新幹線は現在は金沢までつながっていますが長野、富山、金沢と今後は 敦がゆくゆくは新大阪までつながるということで、今後、高崎駅は新幹線を通じて東京と大阪、二大都市に接続するということになります。そして、実は、高崎駅、新幹線の利用者数が多いことで知られています。新幹線通勤という言葉もありますが、コロナの影響をする前の二千十八年度では、一日一万四千五百九十四人の新幹線利用者数がいたということです。 こちらこの数字実は JR 東日本の新幹線駅の中では仙台駅に次ぐ4位の実績ということです。それだけ利用者数が多いといととうことになります。最後3つ目「旅チャンネル」が考える群馬県のメリットは地地震震がが少少ななく首都直下ででも被害が少ないです。群馬県は地震が少ないということで地図を少し大きくして見ていこうと思いますが。 こちら関東で観測された震度五弱以上の地震の回数です。気象庁の震度データベースを元に作成したものですが、こちら対象は千九百十九年一月三日から今年二千二十二年八月九日一昨日までの震度五弱以上の地震の回数です。これを見ますと関東で最も少ないのは群馬県。唯一一桁台ということで。 9回となっています。そして首都直下地震が発生した場合ということですがこちら内閣府の想定によりますと都心南部直下地震というものでマグニチュード7.3のケースでは最大値の想定で首都機能中枢などに多くの被害が出まして被害額は約95兆円とされています。中でで、もこの想定で えー、見ましたのは東京、横浜、埼玉、千葉のえー、首都圏を構成するえー、大きな都市ではおおむね震度6弱以上の激しい揺れが想定されていますえー、対しまして群馬県など北関東ではおおよそ震度4から震度5強クラスと想定されていて首都機能のバックアップにも対応可能とみられています最後に群馬県が行っている本社移転の誘致策なども見ていきます 群馬県は2018年度東京23区からの本社移転促進のため税制優遇を強化しましたその優遇内容はオフィス減税や雇用促進税制その他ご覧の通りとなっていますさあここまで群馬県に本社移転はありかなしかについて旅チャンネルが考える群馬県のメリットなど様々なことをお伝えしてきましたが これをご覧のの皆様はどのように思いましたか群馬県に本社移転はありかなしかなどぜひコメント欄にて教えてくださいこんばんは昨年アップした高崎駅東口の再開発の凍結という話題こちらは現在も計画はまだ凍結中なのですが 高崎駅の東口再開発に追い風にということで今日はお伝えしますこの追い風というのは一体何なのかということなんですがまず順番にお話ししていこうと思います以前公開した高崎駅東口の再開発が凍結という動画をまだご覧になっていない方は概要欄からぜひご覧くださいまず高崎駅東口の再開発と え今後リンクしてくるだろうと思われるのはこちら G7 広島サミットですこちら来年に行われるのですが、えー、群馬を含め、えー、多くの県がその、えー、関係閣僚会合という会合の誘致を掲げていますそしてこれも以前上げた動画で、えー、この関係閣僚会合一部の開催地は決まりまして長野県の軽井沢と新潟市ということです、えー、群馬県も誘致をしていますが この動画を撮っている今日九9月9日現在、えー、まだ開催地は、えー、他のはまだ決まっておらず、えー、群馬県の山本一太知事も、えー、今月1日に行われた定例記者会見で、えー、開催地に内定したという一部報道についてまだ正式な連絡は来ていないとしましたそしてこちらは2016年に日本で行われました G7 伊勢志摩サミットです こちら関係閣僚会合の開催地で全国10の都市で開催されましたここである都市を参考にしたいと思うのですがそれは群馬のお隣の新潟ではなく今回はさらに今その隣に移っている富山市です実は富山市この2016年の関係閣僚会合では環境大臣会合が開催されました 富山県の市場によりますと2016年 G7 環境大臣会合が富山市で開催されました会場はご覧の富山国際会議場富山県民会館富山第一ホテルホテルグランクラス富山 ANA クラウンプラザホテル富山ということで参加者は約200名ということでうち海外からは100名だということですこの富山市 来年行われます二千二十三年の広島サミット G 七関係閣僚会合の誘致も行っています。それではともに来年の G 七関係閣僚会合を誘致を目指している富山市と高崎市それぞれ比較してみていきたいと思います。まず人口は富山市が今年八月一日現在で四十万九千七百九十人。 対して高崎市は三十七万五百三十四人とこちらは富山市の方が人口は多くなっています。またこちら日本政府観光局の国際会議を開った回数という統計によりますと富山市は二千七年から二千二十一年で百六十回ということです。対して高崎市は同じ期間の間三回ということです。 こちらはもうかなりの差が開かれていて50倍以上の差があります。続いてアクセスですがまず富山市、東京からは北陸新幹線で127分新大阪からは新幹線と特急を使いまして181分となっています。対して高崎市、アクセスは新幹線を使いまして東京から49分新大阪からは東京経由で 二百四分となっています、まあ、当然のことながら富山市は西日本高崎市は東日本ということでそれぞれ富山は新大阪の方が近く高崎市は東京から近いということがこれを見ても明らかだと思いますここまで三項目を見てきましてなぜ富山市と高崎市がここまで 国際会議の開催数で大きな差が開いているのか、えー、ということなんですが、えーまあ、富山市160回に対し高崎市3回というのは、えー、もうこれは本当になんてうんですかねもう差が開きすぎているという感じなんですが、まあ、アクセス面から見てみますとやはり高崎市は東京から近すぎるという面もあると思います。ここれはははどういうういいいととととかと言いますとやはり新幹線というのは 遠くの都市とつなぐもので、まあ、早く行けるというメリットがあるんですが、まあ、一方で、ですね新幹線北陸新幹線もそうなんですが新たに開業して、まあ、近くなりますと、まあ、それほど被害で行けてしまうという、まあ、場所がどんどん広がっていくということで、まあ、宿泊需要というのが、まあ、下がるのではないかという、まあ、指摘もするされる方もいます。まあ、高崎もですね実際 まあ、ビジネスの街と言われていまして、えー、まあ、商業売上高ですとかまあ、県内でもえー、まあ、最も高くてですね。商業施設なども高崎市に集中しているんですが、えー、まあ、そんな中まあ、ビジネスで訪れる方というのは非常に多いんですね。で、実際ビジネスホテルとかもですね。かなりあるんですが、やはりですね。まあ、日帰り県内まあ、1時間も。 かからないとなりますともはやもう通勤圏内ということでですねえー、まあ、えー、宿泊という需要も、まあ、ビジネスホテルは本当にたくさんあるんですけどまあこれ以上のまあ話えー、まあ高級ホテルとかですねまあ上のランクとなってくるとやはり需要がまだ、えー、そんなにないのかなということですそしてまたこれもえー、以前別の動画で話したんですが えー、高崎市はこの東口再開発に関してですね高級ホテルの誘致についてという調査のレポートが上がってまして、えー、こちらまた概要欄に貼っておくのですがやはりまあこの中で高級ホテルという言葉でやはり目指しているのは客のお客さんの,まあその平均単価がまあ2万円以上ということでやはり そのレポートによりますと現状高崎市はやはりビジネスホテルビジネス目的利用の中心のホテルの価格帯ですね、まあえー、ビジネスホテル級の価格帯ホテルが、えーまあ、たくさんあってやはり高級になってくるともうほぼ皆無に等しいという、えー、いう言葉を使ってですねそれほど東京からもまあ近いということで、えー、そういった、えーまあ、需要と供給というバランスの面から えー、高価格帯のです、ね、ホテルというのは今まで群馬県にもなかったということですね。一方でですねこのレポートによりますと、まあ、これ書かれた時期がですねまだ、えー、G メッセ群馬ですとかあとは高崎芸術劇場とか、えー、まだ開業する、えー、まだギリギリ前だったと思うんですけど、えーまあ、そういったことがですね、まあ、まだ、えー、書かれていないのでこの今。 ご覧いいいただいています、まあ、高崎市3回ということなんですが、えー、まだですねこのコロナ禍ということで、まあ、大きな国際会議もまだ開けていないので、まあ、ここから、まあ、どうなるかということなんですがそういった中でですね、えー、出てきたのがこの、えー、G7 関係閣僚会合の誘致とというここです、えー、この誘致した際にですね群馬県はですね2つのプランというのがありまして。 一つは G メッセ群馬と伊香保温泉二つ目は草津温泉ということでですね、えー、やはりまあ群馬といえばまあ温泉ということなので、まあ、高崎の G メッセ群馬と伊香保温泉渋川市はですね、まあ、なかなか近い距離にありますので、えー、まあそういった面でこの G メッセと伊香保温泉で二つ目が草津温泉という、まあ、プランだと思うんですけど実際まあそういったようにですね高崎市にですね 先ほども言いましたように、まあ、高級ホテルがないということで、まあ、G7 のです、ね、会議というともう本当に何てうんですかね、まあ、大臣まさに大臣級の方とかですね多く関係者とかですね来る際にですねやはりビジネスホテルだけじゃ足りないという、まあ、問題があると思うんですね。なので、まあまあ、温泉アピールという面もあると思うんですけど、まあ、実際そういった、まあ、高価格帯ですねそういった、まあ バランスの何て言うんですかね需要の広さ、まあ、ビジネスホテルをまあ全く使わないとかそういうわけじゃないんですよ、えー、まあそれですとかまあいろんな価格帯という、えー、まあホテルがまあ実際まだこの群馬高崎で足りないというのも、えー、もしかしたらまああるのではないかと思われますでですねこうしたまあ国際会議もしこう開催できるとですね、まあ、やはり以前別の動画でも出してるんですけど G メッセ 特集とまあ4回ほどやってるんですけどそこでも言いました通りですねどう,いう実績を作るかというのが大切になってきまして一度開催されますとまた違う別の国際会議ですとかそれに準ずるような大きなイベントというのが誘致合戦の際には実績というのはとても大事なものなのでそういったですね開催の需要が生まれるというのは国レベルですねもう 本当にそういったレベルのまあイベントですとかまあそういう会議もまあ含めたものなんですけどそういったえ需要が生まれますとまさにこの東口再開発で当初計画されていたえ高級ホテルの誘致にもつながるのかなということですね。凍結してからも1年は以上は経ちましたがえまあこの G7 のですねそろそろえまあ 残りの12のです、ね、関係閣僚会合の、えー、まあ開催地も、まあ、一斉か順を追ってかわからないんですけど公表、まあ、は、えー、されると思うのでこのチャンスがですね、えー、まあ高崎の東口の再開発の追い風になるのではないかという、えー、お話でした。ということで今日は「凍結中の高崎駅東口再開発に追い風」と題しまして、えー、お話ししてきました。 え皆様はこれ今後の動向どうなると思いますでしょうか意見や感想などえ何でもコメント欄にてお寄せくださいこんばんは今日は今年6月にお伝えした高崎駅前の再開発まとめ10よりこちらの話題をお届けします高崎駅西口の駅前通りでは新たなマンションが建設されるようです 予定地の通りの先には高崎駅、反対側には高崎市役所へも好アクセス、一体どのような規模になるのでしょうか、なお、こちらの内容は、制作した6月時点での情報です。続いては、高崎市役所からもほど近い、高崎市荒町、8つ目は、高崎市荒町での新たな共同住宅です。 こちらは規模地上十四階建て、高さを四十三点五ゼロメートルとし、着工は今年二千二十二年八月頃を予定しているということです。さらにこちら JR 高崎駅からの大通りにも面している好条件の物件です。最後こつ目は。 同じく高崎市荒町完成したプラウド高崎荒町ですこちらでは1階部分のテナントが募集となっていました。 近年は高崎市中心部の古い建物が次々と建て替えられています。今後、さらに市街地のマンション化は進んでいくのでしょうか。昨日公表された都道府県が毎年調査を行う基準地下ですが、今日は群馬や栃木、茨城、新潟、長野の北関東、新越5県の 詳しい値についてですこのうち JR 高崎駅西口前ではここ数年上昇基調であった地下の伸びが止まり一方でお隣栃木県の JR 宇都宮駅東口前では高い値をつけましたまもなく群馬と栃木の逆転も詳しく見ていきます昨日も基準地価の動画を更新しているのでまだ未視聴の方は概要欄からご覧ください 基準地価は各都道府県が調査をする毎年7月1日時点での1平方メートルあたりの土地の価格のことです。群馬県内での基準地価の最高値は商業地で JR 高崎駅西口前の1平方メートルあたり41万5千円でした。こちらは前年からの変動はありませんでした。昨年はわずかに上昇したものの 近年行われていた JR 高崎駅周辺での再開発が一段落したことが要因として考えられますまた現在は凍結されている高崎駅東口での再開発が行われる高崎市栄町7番3では前年から1.0%上昇した1平方メートル当たり40万4千円高崎市栄町3番5外では 一平方メートルあたり、二十六万八千円でした。こちらは、各県の基準地価の前年変動率です。まずは商業地です。茨城を除いた四県でマイナスとなっています。続いて、住宅地では、茨城が前年から変動なしの零点零パーセント。その他の四県では、マイナス零点七パーセントからマイナス一点一パーセントとなっています。 工業地では首都圏へのアクセスが良い北関東や長野、新潟でもプラスとなりました。茨城と長野ではプラス0.8%、群馬でプラス0.7%、栃木でプラス0.6%、新潟でプラス0.4%となりました。国内の基準地価で最も高かったのは商業地で東京都中央区、 銀座2丁目2番19外で1平方メートルあたり3930万円となりました。前年からはマイナス0.5%の下落となっています。そして今回特に注目するのが群馬のお隣、栃木県宇都宮市です。宇都宮市の基準地価平均変動率は商業地で前年からプラス0.4%、0. 4 住宅地では前年から同じくプラス0.5%上昇しました栃木県の10万人以上の都市で商業地住宅地ともに上昇したのはこの宇都宮と小山のみですその要因として考えられるのは今ご覧いただいている LRT 次世代型路面電車です。こちらは栃木県宇都宮市の JR 宇都宮駅東口と工業地帯を主に結ぶ路線で 開業への期待からすでに沿線では複数のマンションが建設されていて力強い住宅需要を生んでいることがわかりますさらに東口前では8月下旬に都市型の商業施設宇都宮テラスが開業し駅周辺への居住の関心や LRT との相乗効果も見込まれますそれでは宇都宮市の勢いが他と比べるとどうなのかというのを 北関東新越5県の各市の前年変動率を見ていきます。画面では前橋市、高崎市、伊勢崎市、宇都宮市、小山市、栃木市、水戸市、つくば市、新潟市、長岡市、長野市、松本市の住宅地、商業地それぞれの前年変動率をご覧いただいています。え宇都宮市のように住宅地、商業地でともにプラスとなっているのは、 宇都宮市のほか、筑波市と新潟市のみとなっています。こうして見ていきますと、筑波市では住宅地でプラス2.1%、商業地でプラス4.9%の高い伸びとなっています。同じ北関東新越五県の比較的大きな町、前橋市や高崎市、水戸市や長野市では前年からマイナスや横ばいといった宇都宮市や筑波市、 新潟市とは異なる動きとなっています最後に北関東新越五県の商業地での最高地となっていますまず群馬では JR 高崎駅西口エリアで前年から変動なしの41万5000円栃木では JR 宇都宮駅東口前で38万9000円茨城では筑波エクスプレス筑波駅前と筑波市 研究学園5丁目で同率となって26万5千円新潟では JR 新潟駅番台口前で前年から1.5%上昇して54万8千円長野では JR 長野駅善光寺口前で前年から1.4%下落し35万3千円でした JR 宇都宮駅東口前の上昇が今後も続くと 高崎駅西口を上回る可能性があり栃木が群馬をまもなく逆転する可能性もありますデジタル庁の河野大臣は昨日十一日の会見で先月群馬県での開催が明らかになっていた G7 関係閣僚会合の名称を G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合として群馬県高崎市の G メッセ群馬で 来年4月29日と30日の2日間の日日日とと30のの間程で行うことを正式に発表しましまた。会見の中で河野大臣は、G7 のデジタル分野の連携をしっかりと強化し、DFFT ・信頼性のある自由なデータ流通の具体化を推進したいとし、デジタル庁、総務省、経済産業省、群馬県、高崎市と連携をしていくとしました。 G7 関係閣僚会合が群馬県内で開催されるのはこれが初めてとなります。えー、G7 関係閣僚会合の誘致にあたっては群馬県が今年2月に誘致を表明してからさまざまなことがありました群馬県が初の誘致から開催決定までを振り返ります1年ぶりの続編となったシリーズ どうなる G メッセ群馬第4弾は先週群馬県は G7 ・先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合の開催都市に初の立候補を表明しました会場は G メッセ群馬を含む2つの案が出されていますこのように巨大施設 G メッセ群馬が今後も活躍するには国際会議が鍵と見られています一体どういうことなのでしょうか 詳しく見ていきます昨年11月群馬のお隣の新潟県と新潟市は共同で会見を行いある発表をしましたそれは2023年来年日本で行われる G7 先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合を開催地として誘致に名乗りを上げたのです一方で群馬県 先週17日の県の定例会見で山本一太知事は高崎市の G メッセ群馬などを会場案とした G7 ・先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合の開催土地に立候補を表明しました群馬県では初の立候補となります G7 サミットといえば記憶に新しいのは今から6年前の2016年にも日本で開催されました 当時の正式名称は G7 伊勢志摩サミット2016。三重県の伊勢志摩をサミット会場とし、この他にも外務大臣会合や農業大臣会合など関係閣僚会合が全国各地で行われました。それぞれの開催地域はご覧の通りとなっています。北から見ていきますと仙台市や新潟市、長野県軽井沢町、茨城県つくば市、富山市、 神戸市、岡山県倉敷市、香川県高松市、広島市、福岡県北九州市の合わせて10の都市です。このうち注目するのは群馬のお隣、新潟県新潟市です。2016年開催の伊勢志摩サミットの関係閣僚会合では、新潟市の時滅瀬で農業大臣会合が開催されました。実は新潟県、 この G7 をはじめハイレベルな国際会議では複数回にわたって関係閣僚会合の誘致を成功させてきました2016年の G7 石島サミット以外にも2008年の G8 洞爺湖サミットでは労働大臣会合2010年の APEC 首脳会議では食料安全保障担当大臣会合 2019年の G20 大阪サミット開催時には2016年に引き続き農業大臣会合が開催されました今回の新潟や群馬の誘致発表では新潟県と新潟市は会場についての言及はありませんでしたが2016年や2019年などの過去のサミット時には新潟市のトキメッセが会場となりましたまた群馬県は会場として今回 2つのプランを発表し1つ目は高崎市の G メッセ群馬と伊香保温泉2つ目は草津温泉とするものです一方で国際会議誘致のメリットはどこにあるのでしょうか誘致の利点として群馬県は世界が注目する G7 関係閣僚会合を誘致することで群馬県の魅力を世界に発信するとともに県のブランド力向上を図りまた さまざまな国際課題が議論される会議を身近に感じることで県が目指すグローバルな視点を持った人材の育成にもつなげていきたいとしていますこのほかにも G メッセ群馬という施設での開催実績を積むことで今後のさらなる経済効果につながることが期待されます2023年に日本で行われる G7 サミット 新潟や群馬のほかにはどの都道府県が誘致を目指しているのでしょうか当チャンネルの調べによりますと今日25日現在で分かっているだけでも茨城栃木長野など群馬の近県ほか北海道宮城愛知三重大阪兵庫滋賀広島岡山福岡長崎宮崎 沖縄と少なくとも合わせて18の道府県となっており開催地の決定や発表は今年の夏ごろを予定しているということです2020年に誕生した G メッセ群馬今後さらなる活躍を果たしていくには厳しい招致合戦に勝ち続けなければなりません数年後にはどのような実績を重ねられるのでしょうか 政府は来年2023年に日本で開催される G7 広島サミットの関係閣僚会合を長野県軽井沢町と新潟県新潟市で開催することを決定したと発表しました2023年に日本で開催される G7 広島サミットの関係閣僚会合の開催地について政府は今週30日の記者会見で長野県軽井沢町と 新潟県新潟市にて行うことを発表しました軽井沢町と新潟市が開催地の決定に至った理由について会場や宿舎、警備など総合的に判断し決定したとしています軽井沢町で開催されるのは外務大臣会合新潟市で開催されるのは財務大臣中央銀行総裁会議です この2つを含め、今回の G7 サミットの関係閣僚会合は合わせて14になるということです。この他の具体的には、ご覧の科学技術大臣会合、男女共同参画女性活躍担当大臣会合、内務安全担当大臣会合、デジタル技術大臣会合、気候エネルギー環境大臣会合、保健大臣会合、 労働雇用大臣会合、農業大臣会合、貿易大臣会合、教育大臣会合、交通大臣会合、都市大臣会合の14です。そして前回2016年に日本で開催の伊勢志摩サミット関係閣僚会合は10の都市で開かれました。今回の G7 広島サミットの関係閣僚会合をめぐっては群馬、 栃木、茨城、新潟、長野の群馬近隣の県や、北海道、宮城、愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、広島、岡山、福岡、長崎、宮崎、沖縄も誘致を目指しています。また、NHK や群馬県の地元紙、縄文新聞などの一部報道では、今回の関係閣僚会合のうち、 高崎市がデジタル技術大臣会合の開催地に内定、また有力と報じています。これに対し、群馬県の山本知事は、昨日1日に行われた県の定例記者会見で、この一部報道について正式な連絡は来ていないと述べました。誘致を目指している群馬県は、今年2月にこの G7 関係閣僚会合の初の誘致を表明、会場として、 2つのプランを発表し、1つ目は G メッセ群馬と伊香保温泉、2つ目は草津温泉としていました。速報です。来年2023年に日本で開催の G7、広島サミットで行われる14の関係閣僚会合のうち、G7 デジタル技術大臣会合を群馬県内で行われることが正式に発表されました。 先ほど行われた官房長官の定例会見内で明らかになりました。群馬県内の具体的な会場は、誘致段階で公表していた高崎駅から徒歩15分の G メッセ群馬で、宿泊地は高崎市と隣接する渋川市の伊加本線とみられています。G7 関係閣僚会合が群馬県内で開催されるのはこれが初めてです。 今回の関係閣僚会合の数は合わせて14で、開催都市の一覧は次の通りです。外務大臣会合は長野県軽井沢町。財務大臣中央銀行総裁会議は新潟県新潟市。科学技術大臣会合は宮城県仙台市。男女共同参画女性活躍担当大臣会合は栃木県日光市。 内務・安全担当大臣会合は茨城県水戸市デジタル技術大臣会合は群馬県気候・エネルギー・環境大臣会合は北海道・札幌市保健大臣会合は長崎県長崎市労働雇用大臣会合は岡山県倉敷市農業大臣会合は宮崎県宮崎市貿易大臣会合は大阪府 教育大臣会合は富山県と石川県による共催、交通大臣会合は三重県島市、都市大臣会合は香川県高松市となっています。今回群馬県のほか近隣の栃木県、茨城県、長野県、新潟県の北関東、新越5県すべてで各会合の開催都市となっています。 群馬県を創業の地とする家電量販店大手のヤマダ電機は群馬県内で新規オープンを続けます。判明しているだけで、この秋から年明けにかけて3店舗出店するということですが、その場所は一体どこになるのでしょうか？家電量販店大手のヤマダ電機は新たに高崎市と前橋市、そして吉岡町にそれぞれ店舗を1店舗ずつオープンさせます。 これにより西一町の店舗数は合わせて11店舗になりますオープンする店舗は各自治体でそれぞれ1店舗ずつでヤマダウェブコム高崎ヤ山地店テックランド前橋朝倉店テックライフセレクト前橋吉岡店となっていますヤマダ電機によりますと3店舗のオープン時期はそれぞれ今年2022年秋から2023年 春を予定しているということですヤマダ電機の創業の地群馬でドミナント出店とも取れる集中的な出店が続きます特集です群馬県内のターミナル駅である JR 高崎駅この高崎駅の駅ビル高崎モントレーは今年開業から40周年を迎えました リニューアルは度々行われているようですが40年を超え施設の老朽化などから建て替えを視野に入れても良い時期が来たのではないでしょうかそこで今日はもし高崎モントレーが建て替えとなったらどんな姿になるのかを視聴者の皆さんと考えていきたいと思いますさらに近く建て替えが行われるのではないかという老朽化以外の理由も考えていきます JR 高崎駅前にある高崎モントレーは1982年4月14日に開業した高崎駅の駅ビルで今年開業から40周年を迎えました高崎モントレーは規模を地下1階地上10階建てで面積は1 6000平方メートルホテルメトロポリタン高崎もこの高崎モントレーに入居しています 一方でこの高崎モントレーはこの向かい側で2017年に開業した高崎オーパとの激しい競争にもさらされています中でも成城石井やマクドナルドなど高崎モントレー側も群馬県初出店のテナントや一度撤退したテナントを誘致するなどを行いましたそしてこちらは高崎モントレー内に入居するホテルメトロポリタン高崎の様子です こちらは高崎モントレのフロア概要です。先ほどは地下1階地上10階建てとお伝えしましたが、えー、ホテルを除きますと、えー、営業フロアは地下1階ではなく地上1階から、えーまあ、屋上8階までということです。えー、これを見ていきますと10階まであるのは、えー、ホテルメトロポリタン高崎。 こちらら客室が6階階階そしててから10階となっています下からまず見ていきますと1階が食料品フロアコンコースと4階がファッションフロア5階がレストランそしてサービスのフロア6階がホテルメトロポリタンのフロントなどそして7階がクリニックとカルチャーそして8階は屋上となっています。 こちらが勝手にイメージした、えー、高崎モントレの建て替え後の様子となっています。これは地図に、えー、今回していますが、これは公式に出たものではなくて、この勝手に、えー、まあ、妄想で作ったものなので、そちらをあらかじめご了承ください。えー、まずですね、これ高崎駅西口側を見ているんですが、えー、薄く囲まれた拡大エリアというのが、えー、この建て替え後の姿 まあ、フロアまではさすがにどうなるかは想像、えー、がつかないので、まあ、今回こういった、えー、形で考えてみましたバリえーえー、どうなるかというのは、えー、実質増殖を横に拡大するという、えー、イメージが、えー、一番近いかなと思います、えー、具体的には今この拡大エリアという薄い四角で囲ったエリアがあるんですがこちら現在はですね 地上2階建ての立体駐車場ということで駅前というのも関わらずですね低層利用されているエリアなんですがこちらがですね将来的に拡大するエリアモントレーになるのではないかと考えていますそしてオープニングでも話しました高崎モントレーが老朽化以外にも建て替えが行われるのではないかと 思われる理由はさらにもう一つありましてそれは北陸新幹線の延伸です。と言いますのも2015年の、えー、北陸新幹線金沢延伸の際にも実は高崎駅リニューアルが行われていましてその時は新幹線改札内の、えー、お土産店舗や、えー、また一部、えー、設備などがですねリニューアルされました。 今後高崎駅が控えている主な出来事もやはり北陸新幹線です2024年には現在北陸新幹線金沢で止まっているのが福井県の鶴ヶ間で延伸されますゆくゆくはさらに新大阪までつながることが決まっている北陸新幹線こういったある程度節目の時に大きなリニューアルが 沿線内行われる傾向にありますのでそういったことからも高崎モントレーに限ったことではないのかもしれませんが高崎駅で何らかの大きなリニューアルが行われると考えています一方で駅周辺の高架化や駅前再整備といった新たなまちづくりで駅ビルが大きく生まれ変わる例もありますそれは群馬のお隣新潟県の JR 新潟駅です 新潟駅の駅ビル心新潟では今年9月心新潟東中央本館が揃って閉店また新潟駅の高架化によるスペースに商業施設を整備することも発表されています大規模小売店舗立地法に基づく新潟市への届け出によりますと画商新潟駅高架下ビル東と 仮称新潟駅高架下駅ビル西がそれぞれ提出されています新たな駅ビルの店舗面積は東側で合わせて9007平方メートル西側で合わせて7185平方メートルとされています届出場の開業時期は東側では2023年1月31日西側では2024年 2月29日とされています解説モアここからは解説モアと題しましてさらにもう一歩詳しく考えていこうと思いますまず高崎モントロエトはということで再び見ていきますと JR 高崎駅の西口側の駅ビルということで東口側は2010年に開業した E サイト高崎となっています このモントレーは開業は先ほどもお伝えしました通おり1982年4月14日規模は地下1階地上10階建ての規模となっていまして店舗面積は1万6000平方メートルとなっていますそしてこちらは現在の高崎モントレーのフロア外用となっています1階からコンコース階4階5階6階7階8階と続きまして えー、ホテルメトロポリタン高崎は、えー、6階がフロントそして8階から10階が客室となっていますそしてこちらが今回勝手にイメージしてみました、えー、高崎モントレーの建て替え後です、えー、もう一度言いますとこれは勝手なイメージですので実際のものではありません、えー、具体的にどう変わるのかというと、えー、イメージの中ではこの四角で囲った拡大エリア えこの場所にはですね現在地上2階建ての立体駐車場があるということでえ駅前というえ土地ながらも割と低層利用されているということでえもしモントレ建て替えとなるとこちらも何らかの手が入れられるまあ一緒に一体化していくのではないかなと思います。皆様 これに関してどう思いますでしょうか。もし高崎モントレーが建て替えなら。ええー、私はこう思うとかですね。えー、ぜひコメント欄。いや、こうなるんじゃないかとか、まあ、それ以外でもいいんですけど、ぜひコメントに残していっていただけると幸いです。こんばんは。今日は二千二十二年の十一月一日。今日から十一月に入ったということで。 今年2022年もあと残すところ2ヶ月を切りました旅チャンネルでは今後も皆様に興味を持っていただけるような動画をたくさんお届けいたしますので、えー、応援の方をよろしくお願いしますさて今日はこの画面にも出ていますように旅チャンネル解説と題しまして以前もお伝えしました高崎駅前の えー、再開発東口の話ですが凍結、えー、そこで高級ホテル誘致は難航でも高崎駅前は本当にホテル需要ないと題しまして、えー、今日はこのトピックをお届けします以前投稿しましたこちらの2本の動画まず上側の高崎駅東口の再開発が事実上の凍結へという動画 こちら1年前の6月に投稿そしてその下の動画「高崎に高級ホテル誘致はなぜ苦戦招致調査報告書を読む」と題しました動画こちらも2021年6月に投稿しています、えー、今日はこの2つの動画でもお伝えしましたがこの再開発凍結のこの実行に関して 難航している理由の高級ホテルの誘致という話がありましたがこの高崎駅前は本当にホテル需要は他の都市と比べてもどうなのかな需要はないのかということをこの他の都市と今回検証していこうと思いますこちらの2つの動画をまだご覧になっていない方は概要欄に貼ってありますのでそちらも併せて是非ご覧くださいそしてこちらは Google マップ から見ました真ん中に映っているのが高崎駅そしていくつも値段の数字が見えますがこちらが高崎駅周辺のホテルを示している場所ということになっています高崎駅周辺には多くのビジネスホテルが駅の東西それぞれに進出していまして近年は大規模な出店というのはないのですが 中小規模の新規出店こちらが続いておりますそして今日の本題であります高崎駅周辺本当にホテル需要はないのか、えー、他の都市と検証をするということですが、えー、どうやって行うかにあたってまずはこちらをご覧ください、えー、今回その調査、まあ、検証を行うにあたって、まあ、条件を設定させていただきましたそれが今左上に出ております えーまあ、期日を11月26日今月の、えーまあ、最終土曜日ということで、えー、さらにその11月26日土曜日の一、えー、人、えー、禁煙室で「シングル」と検索した状態で空室があるかないかを、えー、まず高崎を見ていきまして、えー、その後 他の都市ともこれを比較してみようかと思いますまあ、簡単ではあるのですがこれを見ていこうと思います今回はまず高崎駅周辺はご覧の4つのホテルをピックアップしてみましたアパホテル高崎駅前高崎ワシントンホテルプラザホテルルートイン高崎駅西口そして最後がドーミーイン高崎です そして先ほどもお伝えしましたご覧の条件で検索をしてみましたところ空室ありだったのがアパホテル高崎駅前と高崎ワシントンホテルプラザでした一方で空室なしだったのがホテルルートイン高崎駅西口エドーミーイン高崎の2つとなっています今回は多都市と比較するにあたって主に全国展開しているホテル えまあ中でもいわゆるビジネスホテルというのを抽出してみたのですが、えー、ビジネスホテルと言いますと、えー、通常平日などでは一人であったりまあシングルなどのえ利用が多く、まあ、土日、まあ、あと休みの日というのはえまあいわゆるファミリー層などのえ利用が多く、まあ、比較的土曜だったらシングルも割と空いているのかなと思って今回はこのような。 え条件で検索ししてみましたそしてその結果は空室ありとなしがえ半々ということに、まあ、この結果からはなりましたそしてこの検索をかけた時間帯というのは今日の夕方にそれぞれこれから出てくるものに関しても行っておりますでは続いては他の都市とと比較していいこうと思いま,すまずはアパホテル高崎駅前では空室ありでしたが えー、群馬県近隣の県のえー、他のアパホテル主なアパホテルではどうなっているのでしょうかえー、見ていきますとこちらです今回アパホテルは林県の4つの施設を表示しております、えー、栃木県はアパホテル宇都宮駅前新潟県はアパホテル新潟そしてアパホテルリゾート新潟駅前大通り 茨城県はアパホテル水戸駅北となっています、えー、先ほどと条件は全く同じで空室ありが丸るなしが罰となっていますが空室がまずありだったのが共に新潟県のアパホテル新潟とアパホテルリゾート新潟駅前大通りです、えー、今回この新潟に関しましてはアパホテル新潟市内南東も進出しておりまして えこの他にも古町の方にもありますので、えー、まあ比較的分散されて需要がですね分散されているのではないかと思われますそして空室なしであったのがアッパホテル宇都宮駅前とアッパホテル水戸駅北となっています北関東で比較しますと高崎が空室あり宇都宮と水戸が空室なしという結果になっています 続いてはホテルルートインで比較していこうと思います。ご覧いただいていますのが群馬周辺県のルートイン4つ示しています。栃木県がホテルルートイン宇都宮、結の森、茨城県がホテルルートイン水戸、県庁前、新潟県がホテルルートイン新潟県庁南、長野県がホテルルートイン第一長野となっています。 えー、高崎の場合ですと空室なしでしたが、えー、こちらは、えー、ホテルルートイン新潟県庁南以外は、えー、高崎と同じくてて空室ななしとなっています今回こちらに載せていますルートインは、えー、駅前だけではなく、えー、いわゆる郊外ロードサイド型の、えー、ホテルとなっていますので、えー、駐車場が無料で使えたり などえー、まあ、そういった利便性もあります。最後に道民委員を比較していこうと思います、えー、今回ピックアップしたのはご覧の4施設です。福島県が道民委員エクスプレス郡山茨城県が道民委員と新潟県が道民委員、新潟、えー、長野県が道民委員長野となっています。えー、道民委員高崎では空室なしとなっていましたが。 同じく空室なしなのは、えー、福島県の道民インエクスプレス郡山と茨城県の道民イン水戸となっています。対して空室ありが道民イン新潟、道民イン長野となっています。ここまで、えー、他の都市と比較するために全国出店しているホテル、えー、まビジネスホテルをいくつか、えー、ま高崎駅周辺と えー、その他の都市ということで空室状況について簡単に、えー、比較見てきました、えー、こうして見てみますと高崎とその他の都市というのは、えー、特段そこまで大きな違いはないのかと思います、えーまあ、一方でまあ一部ですね、えー、他の都市では埋まっているホテルだと、えーまあ、高崎では まだ空室があるということもありましたが全体的に見るとそう大きな差というのはなかったのかなと思います一方で今ご覧いただいていますのは高崎駅周辺まあ、最初にご覧いただきました高崎駅周辺のホテルを示した Google マップからの出店となっていますそしてこのホテル旅行業界をめぐっては今国の 観光支援策全国旅行支援という制度も行われています、えー、ご覧いただいていますように宿泊費が最大で40%の割引のほかクーポン券も、えー、配布されています、えー、そうして旅行需要の急回復が見込まれている中ですがこうした需要喚起の制度も利用しつつこの群馬県高崎駅周辺ではまあ、この地図にも載っています えー、高崎芸術劇場や、えー、ジメッセ群馬そして高崎アリーナなど、えー、近年大型の集客施設も続々と開業しています、えー、これから、まあ、高崎に限ったことでもありませんが、えー、人口減少と都市間の競争、えー、これがいずれも、えー、激しくなっていくことからこれからは観光客数だけではなく関係人口といういわば 高崎と関係を持ってもらういわば高崎と接点を持ってもらう人の数を増やすというのも観光客数とも、えー、揃って大事なことなのではないかと思われます、えー、幸いにも、えー、この高崎芸術劇場や G メッセ群馬、えー、また高崎アリーナなどでは、えー、近年全国レベルのイベント、えー、まあスポーツの大会でしたりまた劇場イベントなどもこれから続々と 開催さされれていくとと予想されることからそうした多くの需要を取り込むことによってこのホテル需要というのも当然高まっていくものだと考えられます。ということで今日はここまで高崎駅前は本当にホテル需要はないのかということに関して他の都市と比較ししてきました皆様はこの動画に関してどのように思われたでしょうか 意見や感想などありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、この動画が少しでも良かったら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。えー、今日は旅チャンネル解説をお伝えしてきました。えー、概要欄には他の解説動画もありますので、ぜひご覧ください。こんばんは。北関東最大の都市といえば、お隣、栃木県宇都宮市。 しかし高崎市と前橋市を合わせますとさまざまな指標で、えー、宇都宮市を上回るとも言われています、えー、そこで今日は高崎市前橋市と宇都宮市中心街の広がり方の違いとはと題しまして、えー、旅チャンネル解説を行っていこうと思います今回比較します3つの都市高崎市前橋市そして宇都宮市です 人口で見ていきますとご覧のとおり高崎市は10月1日現在で37万277人前橋市が32万8958人宇都宮市が51万4966人と、えー、この規模で見ますと、えー、栃木県宇都宮市が、えー、高崎、前橋と比較してましても一回り、二回りも多い数字となっています。 しかし高崎市と前橋市を合わせた人口で見ていますと2つを合計すると69万9235人と宇都宮市の51万4966人よりも、えー、こちらも一回り二回りりり二近く、えー、多いといととうことになります。高崎前橋といった、えー、規模が大きな町が隣り合っていると中心街の広がり方というのはどのようになっているのでしょうか。 この3つの町を比較していこうと思います。まずは宇都宮市から見ていこうと思います。宇都宮市の中心市街地というと、JR 宇都宮駅と東部宇都宮駅前を結ぶ、この大通りが中心街と言われています。この中心街と言われる場所には、まず JR 宇都宮駅側から進んでいきますと、田川という街中を流れる川、橋を渡りまして、 えー、いわゆるバンバ地区ですとか、えー、最近できましたタワーマンション宇都宮ピークスなど、えー、比較的ですね、えー、かなり集中しているといわゆる都心部と言われるエリアが広がっていますこうした中新た中新な動きと言われるのが宇都宮 LRT です。 こちらは次世代型の路面電車のことなのですが先ほどお伝えしましたのは中心街というのは宇都宮駅の西口側の話でしたがこの宇都宮 LRT は宇都宮駅東口側から広がっていきますこちら開業予定は来年の8月2023年8月ということですがすでにこの東口側では今新たなマンションなど 建築需要というのが非常に高まっていると現地に行った際に感じましたこれが宇都宮の新たなちづくりにどう影響するかが注目されています続いては高崎と前橋の中心市街地の広がり方についてですこちらは簡単に示しました概略図ですが前橋と高崎の中心街はご覧の通りの位置となっていますままず個別に見ていきますと 高崎市の中心街というのはいわゆる高崎駅の西口側のエリアそして前橋の中心市街地というのはまず前橋駅を出ましてけやき通りが広がっていてそこから国道50号線と接続するこの今画面でご覧いただいている辺りがいわゆる中心街となっています。このののの前橋中中心心街街高崎ともに共通しているは 百、えー、百貨貨店店というジバの百貨店がどちらの中心街にも位置しておりますしかしこの地図をご覧いただいていましても分かるとおり、えー、高崎と前橋というのは、えー、この群馬県内の中では鉄道の利用が非常に、えー、多く利用者がいるエリアでして電車乗っていますと実際この、えー、高崎前橋間というのは非常に多くの方が乗られているのですが、えー、それに合わせて、えー、群馬県というのは車社会でもありまして。 主にロードサイドなど非常に充実してはいるのですが今この矢印と文章が出てきた通りこの鉄道と幹線道路間に、えー、距離がありまして、えー、これですと一体的なまちづくりになかなかつながらないということと、えー、この各中心街というのはそれぞれ、えーまあ、独立というか孤立に近い状態というのがありまして相乗効果が狙えないという こ、えー、ここは非常にももったいないいな場所だと思いますす、えー、しですねこの鉄道と幹線道路、まあ、割と近い位置にいますと自然と都市化というのも進んできて、えー、実際この高崎前橋間というのは先ほどもお伝えしました通り鉄道量がかなり、えー、多い駅ということで、えー、高崎と御家町伊、えーまあ、能は少し住宅街という感じなのですが、えー、新前橋前橋とですね えー、かなりここだけでもう生活できるような一体的な町、まあ、という一つのですね、まあ、合併というのは、まあ、してもしなくてもですねここだけでもまあかなり一体的な町づくり、まあ、ここで全て、えー、用事というのは関係するというのはいわゆるまあコンパクトシティというなような概念だとは思うんですけどそういったことがですね可能とともなってくると思うんですね一方で群馬県は車社会ということですが。 まあ、鉄道だけに集中するというのも、まあ、また車だけに集中というのも、まあ、それは考えようなのかなということで、まあ、これらはですね共存し合う関係なのではないかというのが私の意見ですここまで高崎前橋と宇都宮の中心街の広がり方の違いということに関して見てきました皆様が思うこの街の特徴というのをありましたらコメント欄にてぜひ教えてください 中華チェーン日高屋が群馬県内に初進出することが明らかになりましたこれまで群馬を除く関東1都5県に店舗を出店している日高屋このように他県や全国に展開する大手チェーンで関東では群馬だけ進出していないお店というのがいくつもありましたそこで今日は日高屋群馬屋初出店という話題と関東で唯一群馬県にないチェーン店を見ていきます 埼玉市大宮区に本社を置く日高屋などを運営するハイデイ日高は今月自社の求人サイト内で群馬県高崎市の JR 高崎駅内に出店することを明らかにしました場所は高崎駅ビル E サイト高崎内の2階で店名は日高屋 E サイト高崎店になるということです日高屋は首都圏を中心に展開しており今年10月末現在で 群馬を除く一都五県に各種業態合わせて四百四十五店舗を展開。公式ホームページ内の説明では、これらのエリア内の主要な駅では、必ずと言っていいほど日高屋があるとしています。ハイデイ日高の今月十六日付のプレスリリースによりますと、日高屋、e。イサイト高崎店は来月十二月十四日にオープンするということです。 解説モアここからは「解説モアと題しましてさらにもう一歩詳しく見ていこうと思いますオープニングでお伝えしました大手チェーンで関東では群馬だけ進出していないお店というのはこの後見ていきますがまずその前に今回群馬県への初進出が明らかになった日高屋について見ていこうと思いますまず日高屋とはということで今ご覧いただいているスライドですが お手軽価格でラーメンや中華料理を提供するチェーン店ということで1973年2月に中華料理ライライを埼玉市大宮区宮町にて創業ということです現在店舗数は1都5県埼玉東京神奈川千葉茨城栃木に各種業態合わせて445店舗ということですこれは今年の 10月末現在という情報ですそして改めて日高屋群馬へということでその内容についてもう一度見ていこうと思いますが群馬県の初進出が発表されましたその第1号店群馬1号店の場所というのは JR 高崎駅の駅ビル E サイト高崎の2階店名は日高屋 E サイト高崎店ということでオープン日も 先日出ましたプレスリリースによりますと12月の日日水曜日ということですこの日高屋というのはこれまで関東地方では群馬のみ群馬県のみ未出店であったということですこうして見てみますと関東,だけで関東地方では群馬のみ未出店というチェーン店がいくつかありましてそのごくごく一例というのはこのご覧いただいているスライドです えーまあ、例えばですが、まあ、例えば飲食店ではサブウェイ、えー、こちらサンドイッチなどを提供しているチェーンで、えー、一度群馬県には過去ありましたが撤退してしまい現在では、えー、関東では唯一ないということです、えー、そして小売りについて見ていきますとこちらも、えー、撤退してしまったイトーヨーカドーそして、えー、ディズニーストアツルハドラッググッチなどと。 えー、いうことでこ,こでは本当に一例ですので、えー、皆様の思う、えー、視聴者の皆さんの思うこの群馬にはこの店がないというのを、えー、ぜひコメントで、えー、教えていただきたいなと思います一方でこんな動きもありますそれが今ご覧いただいているこのスライドですが2015年まで、えー、大手の雑貨店 ロフトや東急ハンズまたプラザといったこうした雑貨店群馬県には1つもありませんでしたが例えばプラザというのは2016年に太田市に県内初出店東急ハンズは2018年高崎市にそしてロフトはこちらは2019年に前橋市にそれぞれ初出店県内初出店を果たしているということです。 えこうして見てみますとまあ群馬だけ未出店というのはまあいくつもそういったお店ありますがこう一気に改善する例というのもありますので今後の動向についてはしっかり注目していきたいなと思います。さあ繰り返しとなりますが、えー、群馬にはこのお店がないというのをぜひコメント欄にて教えていただきたいなと思います。 高崎と東京間の所要時間がこれまでより早くなります JR 東日本は16日、来年2023年春のダイヤ改正を発表しましたこのうち群馬、新潟県内に関する主なものでは高崎線では特急列車に E257 系が投入され特急草津から特急草津島へ スワロー赤城は赤城に列車名を変更します在来線では JR 前橋駅を発着する高崎線の両毛線直通の列車が削減されます特に都心方面から前橋へ向かう下り列車が大幅な減少で下りで7本、上りで4本が運転区間見直しの対象となっています 新幹線では上越新幹線で全列車を E7 系に統一します。これにより大宮・新潟間で最高速度が現在の時速240キロから時速275キロに引き上げられ東京・新潟間でこれまでより7分短い1時間29分で結ばれます。また東京・高崎間の所要時間も現在より上りで2分短縮した47分。 下りでは1分短縮した46分でそれぞれ結ばれ上越新幹線と同じ線路を使用する北陸新幹線の大宮・高崎間でも最大で2分の所要時間の短縮となります一方で年末年始の新幹線の指定席予約状況では上越新幹線の時・谷川は前年度比115%の15万席北陸新幹線輝き・白鷹・浅間では 前年度比113%の23万3千席となっていますコロナ禍前の2018年度比ではそれぞれ76%と82%となっています